皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は筋トレとビタミン B1 の関係についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。ビタミン B1 はエネルギー代謝に関係する栄養素になります。ご飯などの糖質を食べた時にその糖質が分解されてエネルギーになる時に酵素が働きます。でその酵素の働きを助けるのが補酵素のビタミン B1 になります。ですのでビタミン B1 はエネルギー代謝に必要な栄養素となります。その他に神経機能の維持にもビタミン B1 は使われます。神経活動というのは脳によってコントロールされているんですけれども、脳はですね多くのエネルギーを必要とします。この脳にエネルギーを送るためにビタミン B1 が使われますので、神経機能の維持にもビタミン B1 が重要となってきます。ビタミン B1 がですね1日にどれぐらい必要かという量なんですけれども、こちらはエネルギーあたりで決められています。1000キロカロリーごとに 0.54 ミリグラムのビタミン B1 が必要とされています。成人男性ですと1日2600キロカロリーと設定されているんですけれども、それに対してビタミン B1 は 1.3 ミリグラムから 1.4 ミリグラム必要とされています。女性ですと約2000キロカロリーとなっていますので、1日に必要な量が 1.1 ミリグラムとされています。ですのでトレーニーの方ですとより多くの糖質を摂取するかと思いますので、その分ビタミン B1 も多く摂取する必要があります。例えば3000キロカロリー摂取する方でしたら 1.62 ミリグラムのビタミン B1 が必要となってきます。トレーニングする人にとって糖質というのはエネルギー源になるのでとても重要だと思います。ただその糖質がエネルギーに効率よく変わるためにはビタミン B1 を摂っていることがすごく重要になります。不足しているとそのエネルギーが足りないということになってきますので、あと1回の重量が上がらなかったり、あと 0.5 キロが上がらないといったことが起こってきますので、ぜひ糖質だけではなくビタミン B1 も意識して一緒に摂ることを心がけていただければと思います。国民健康栄養調査の結果で20歳以上の、成人の方が1日どれぐらい摂っているかという量なんですけれども、こちら 0.95 ミリグラムとなっておりますので、不足している方が多いという数字が出ています。ですのでぜひ意識して摂っていただきたい栄養素となります。ビタミン B1 が多く含まれている食品なんですけれども、代表的なものとして豚肉がよく挙げられるかと思います。豚肉も部位によって違うんですけれども、ヒレ肉でしたら大体1切れ 80g にビタミン B1 が 1.06mg 入っています。豚のももですね、もも肉1切れ 80g ですと 0.77mg 入っています。今度豚のバラ肉ですね、 80g ですと 0.36mg 入っています。やはり豚バラですと脂身の箇所が多くなってきますので、少しビタミン B1 の量が減ってきます。その他にはですね、うなぎにも多く入っています。うなぎのかば焼きでしたら、一串で 100g ですね、こちらに 0.75mg。 たらこにもですね多く含まれています。たらこ大体2分の1本で 25g、 こちらには 0.18mg のビタミン B1。 その他ご飯の中でも玄米です。精白米には入っていないんですけれども、玄米になりますとビタミン B1 が豊富に入っておりまして、ご飯1膳ですね、約 150g の中にビタミン B1 が 0.24mg、 そしてえのき小袋1袋ですね、だいたい 85g、 こちらには 0.24mg 入っています。その他ですね、ぬか漬け、ぬかの部分にも入っているので、例えば大根のぬか漬け5切れで 20g ですね、こちらには 0.07mg のビタミン B1 が入っています。ビタミン B1 はですね水溶性のビタミンになりますので、過剰摂取の心配というのはあまりないです。ですので体温上限量というのも設定がされていません。体内で吸収されづらい栄養素になっておりますので、不足しないようにたくさん摂ることが求められてきます。逆に不足してしまうとエネルギーが作り出せなくなってきますので、筋トレのパフォーマンスに本当に直接影響が出てきやすくなってきます。ビタミン B1 が不足すると食欲不振ですとか、めまい、便秘、疲労感、神経炎、心臓障害、あと脚
気ですね。脚気というのは多発性神経炎のことになりまして、まあ、症状としては最初はまあ食欲不振などから始まるんですけれども、手足がしびれたりですとか動悸がしたりむくみが出てきたり心不全も起こるので、まあ、死に至ることもあります。食べ方のポイントなんですけれども、まあ、ご飯を普段精白米を食べている方は玄米にしていただくだけでもすごくいいと思います。その他はですね、炭水化物をエネルギーに変えてくれますので、炭水化物と一緒に摂ると良いと思います。豚丼ですとかうな丼、たらこおにぎりとかぬか漬けですね、そういったぬか漬けでいろんなお野菜などを食べていただくのもいいかと思います。相性のいい食材としてネギや玉ねぎ、ニンニクなどに入っているアリシンという抗気成分と相性が良くてですね、一緒に摂るとビタミン B1 とくっついて吸収を高めてくれますので、こういった食材と一緒に摂るのもおすすめです。それでは今日は筋トレとビタミン B1 についてのお話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。